お隣韓国さんのアーチェリー女子金メダリストが短髪だとして自国民から非難されている件について海外メディアも問題視し始めているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。2020東京オリンピックアーチェリー3冠に挑戦するアンサン選手に対するフェミニスト論争が海外メディアでも報道されている。 AFP 通信は29日アンサン選手のショートカットヘアが男性たちのオンライン虐待&クアとオンラインアビュースの対象になった後、アンサン選手を支持するメッセージが殺到しているとし、一部の男性が彼女のヘアスタイルがフェミニストであることを暗示すると主張し、アンサン選手の謝罪とともに金メダル剥奪を要求していると報道した。ロイター通信は、同日、アンサン選手のショートカットヘアが反フェミニストたちの感情を刺激したと伝えた。同メディアも、アンサン選手へ向けたオンライン虐待が起こっているとし、韓国の若い男性らの間で増えている反フェミニズム感情が背景にあると説明した。英国 BBC も、放送を通じて論争を報道し、公式インスタグラムにも、韓国アーチェリー選手アンサン選手が、ショートカットヘアのため、自国で非難を受けているという内容の説明を掲載した。ソウル駐在特派員のローラ・ビッカーは、自身のツイッターに、髪型は問題にならない。今回のことは、自分たちの理想に合わない女性を攻撃する少数の声によるものとし、韓国が、両性平等問題と史上最低水準の出生率を解決するには、この問題を正面から扱わなければならない。どんな理由からなのか、韓国で、フェミニズムは、汚い意味の単語になってしまったと指摘した。最近、オンラインでは、アンサン選手がフェミニストだからショートカットヘアをしたとの主張が登場した。ここにアンサン選手が過去 SNS で一部から男性嫌悪的な表現として受け入れる言葉を使ったと非難され、さらには出身地域や女子大に通っているという理由で彼女をこき下ろす人もいた。アンサン選手へ向けた攻撃が続くと SNS を中心に選手を保護すべきだという動きが拡散している。大韓アーチェリー協会のホームページの自由掲示板には、28日からアンサン選手を保護してほしいという書き込みが相次いで掲載されている。韓国の政界でもアンサン選手を保護しようという声が出ている。民主党のウォンシク議員は、SNS に、外見と出身だけで勝手に思想を規定し、特定の思想を無条件に非難の対象とすることは、非常識の極致であり、嫌悪犯罪に近いという文を掲載した。正義党のシム・サンジョン議員も、大韓体育会は、選手たちに対する不当な圧迫に断固として対処してほしいと促した。これを前に、同党のリョ・ホジョン議員 Facebook に、ショートカットヘアの過去写真を共有し、アンサン選手保護の動きに参加した。それでは、日本の反応です。せっかくオリンピックに来たので、髪型なんか気にせずに、思いっきり、自分の競技に集中してくださいね。今まで、この日のために5年間努力したのだから、東京は暑い、照り返しも入れると、熱中症で人が倒れるくらいだから、頑張ってください、水分補給も忘れずに。なるほど、今の韓国は、好きな髪型にもできないのか。北は、もう国民全員が、指定の髪型ではないと罪に問われるし、かの中国も、昔は、弁天にしなければ罪に問われた。こんな国が先進国？民主国家？ロングをアップにまとめて帽子をかぶっても、写真にあるような雰囲気と大差ないんじゃないかな？写真を見る限り、女性らしさもあるし。世界の皆さん、この国では、フェミニストが、非難の対象になるんですよ。北の擁護もそうだけど、人権を叫ぶ資格があると思いますか？金メダル獲得した女性は散髪するのに、国民の許可がいるのか？韓国では、すべての性が、平等な権利を持ってはいけないのだろうか？いつまで経っても、時代の流れに追いつけない国だな。ミスとかの試合内容ではなく、髪型での誹謗中傷。さすが、他国とは着眼点が違う。こういうことを騒ぐ事態が考えられない。頑張って
った女性、金メダルを取ったのに同じ国の人間を責めるなんて、韓国の人たちは人としておかしいすぎる。韓国の金メダルを取った女性がかわいそう。金メダル取ったのに叩くって意味がわからない。メダル取ってなくても叩く意味がわからないけど、韓国人の言ってることはさっぱり理解ができない。韓国の人は理解してるのかな？開会式の騒ぎのこともそうだけど、韓国の放送局への配信は中止した方がいいんじゃないかな。 IOC さん、問題を起こしてばかりだし。韓国推しの日本のマスゴミの韓国用語や弁解が最近少ないぞ。報道しないことの自由を行使せず、応援してやれよ。日頃、自分たちが非難してるようなことを韓国がしてる場合は、だんまりですか。オリンピックでの報道といい、改めて、世界中に厄介な国だということが周知されれば幸い。なんで五輪で活躍して文句言われるんだ？髪型なんて本人の好きにさせてやれよ。器の小さい男たちだな。自国の金メダリストにでさえ、このような投稿だから、日本に対してはそりゃひどいわな。さすが、自称アジアナンバーワン先進国は違うな。あれ？大国も自称アジアナンバーワンだっけ？オリンピック始まって、競技と関係ないとこで、相変わらず、世界にその名を轟かせてんな。どんだけ恥さらせば気が済むのか。特定の思想を、無条件に、非難の対象にする。まさに、この国の性格を表し、的を射た表現ですね。こうして、わけのわからない反日が作られていくのですね。韓国って、男性アイドルもバッチリ化粧してるよね。じゃあそれも変じゃん。意味わからない。ということで、この問題は、日本でもかなり話題になっているようですが、本当に信じられないことですよね。ただ、残念なことに、日本でも、卓球の水谷選手が、とある国から誹謗中傷を受けているとツイッターを通じて告白したところ、それに対して日本から水谷選手を非難する投稿があったようで、内容的には少し違いますが、自分の価値観を人に押し付け、気に入らない人を叩くという行為は本当にやめてもらいたいですよね。人間なので、どうしても好き嫌いがあるのは仕方ないとは思いますが、嫌いだからといって人を傷つけていいという理由にはなりませんし、絶対に許される行為ではありませんよね。このアーチェリー選手がショートカットヘアだという理由で謝罪を要求され、金メダルを剥奪されるのであれば、韓国さんは韓国人という理由で世界に向けて謝罪と賠償をする必要があるんじゃないですか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。